私に送ったメール、真意を聞いておきたいんだけど。即興にしてはうまい反論だった。私、どっちかっていうと堀北さんの意見に賛成だったし。で、あの指示の意味は何？それに答えるとは限らない。じゃあそれ以外で一つ教えて。あんたって何がしたいわけ？あんたの狙いを教えてほしいんだけど。今のクラスを A クラスに上がれるだけのクラスにはしてもいいと思い始めている。どんだけ上から目線なのよ。今言葉で言ってもお前は信じないし、今度の体育祭では D クラスから裏切り者が出る。 D クラスの内部情報を全て外部に漏らすだろう。裏切り者って、それ大変なことになったりしないの？布石は打ってある。